はい、こんにちは、ボジョレモ原田です。今日はこちらですね、うん、仮面ライダージオ RKF の仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル0、仮面ライダーエボルブラックホールフォームと仮面ライダークローズチャージと仮面ライダーディケイドと仮面ライダージオトリニティと仮面ライダーグランドジオです。はい、ということでまたですね RKF を溜め込んでおりましたね、うん、今回は6つありますね、うん、この4つがレジェンドライダーシリーズ、うん、こっちがジオのライダーアーマーシリーズですね、うん、はい、でそれぞれの RKF の後ろにね、うん、あの付属するベルトが置いてあってちゃんと音声聞けるようになってるので、うん、それぞれ開けていきたいなと思います、うん、じゃあ早速やっていきましょう、うん、じゃあこっち周りからいいかな、うん、はい、じゃあまずはゲームからいきます、うん、はい、ということでこちらが仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル0ですね、うん、かっこいいねこれ。かっこいい。この RKF の中でもこれはかなりクオリティが高い方、うん、これはすごい、めっちゃいいね、うん、これレベル0だからさ、ここが銀になってんだよね。あー、そうなんだ。で、ゲームにはこの開いた手首パーツが2つとガシャコンバグバイザーがついてましたね、うん、はい、ちなみにエグゼードと並べてみるとこんな感じね、うん、やっぱりゲームの方が黒の分かっこいいんだな、うん、かっこいいね。でゲームは過去にねこのゾンビアクションゲーマーも出てたけど、ゾンビの方はちょっと白がねチャッチかったからね、うん、でゴッドマキシマムと比較してみるとこんな感じだね、うん、ゴッドマキシマムやっぱちょっとちっちゃめに作ったよねこれ ね、 だね、ほぼ身長が一緒だもんね、うんうん、はい、続いて仮面ライダーエボルのブラックホールフォームいきましょう。はい、ということでこちらが仮面ライダーエボルブラックホールフォームですね。うん、白がちょっとちゃっちい気がするけど色はいいね。そうね、うん、白ちょっと白すぎるっていうかね、うん、ちゃっちい感じが出てますね。さっきのゲームのゾンビゲーマーと同じような白してます ね、 ね、うん、ただこの中身はすごくかっこいいね、うんうん、普通の仮面ライダーエボル、うん、この中身がすごい良かったんで、だ、ね、そのままってことだね。これに白いアーマーパーツついてちょっと微妙になっちゃったかなっていう感じだな。だね、うん、でちゃんとベルトにねエボルトリガー刺さってるね、うんうん、このエボルには手首パーツが2つとあとこのトランスチームガンが入ってましたね、うん、はい、では続いて仮面ライダークローズチャージいきます。えい、はい、こちらが仮面ライダークローズチャージですね、うん、思った以上にこの頭部パーツがクリア、クリアだね、うん、すごいクリア、クリア、かなりクリアだったんだね、うん、本当はもうちょっと濃いはずだ、そうだね、色入ってるよね、うん、この胸のパーツはまあこれでいいかなって気はしなくもないけど、うん、これ中透けすぎだよね。で通常状態のクローズと比較するとこんな感じですね、うん、ちなみにこの肩パーツ最初から入ってなかったんだよね、うん、入ってなかったね。なんか RKF に関してはいろいろ不良品的なものがうちは当たっちゃうね、うん、エグゼイドのシールも間違ってたしね。確かに、うん、でクローズマグマと並べてみるとこんな感じだね、うん、はい、続いて仮面ライダーディケイド、はい、こちらが仮面ライダーディケイドですね、うん、ディケイドのフィギュアうち持ったの初めてだね。だね、うん、あー、いいね、これも割といいんじゃない、クオリティ高いよね、これは普通のディケイドだね、今は。あ、そうそうそう、で、このベルト部分が差し替えられるようになってるんだね、うん、ネオディケイドライバーに差し替えることできます ね、 ね、で、ディケイドにも手首パーツが2つついてきて、ただこっち右手の方はなんとカード持ってんだね。だね、こう面白いね、うん、で、ライドブックはソードモードがついてね。そうだね、はい、続いて仮面ライダージオトリニティ、うん、はい、ということでこちらが仮面ライダージオトリニティですね、うん、これちょっと前に出たやつなんだけど初めて予約開けました ね、 ね、うんうん、ちゃんとゲイツの顔、うん、ウォーズの顔ついてんね。おー、すごいすごい、うん、
ギーチとオーズ色ないかと思ってた。ああそうだよね、この辺りね、うん、省略されてるかと思うけどちゃんと綺麗にできてるね。でジオトイニティには最強時間ギレードがついてるね。そうだね、で以前ついてたこの時間ギレード、うん、に比べてやっぱ大きくなってるね、大きくなってますね。はい、じゃあ最後に仮面ライダーグランドジオ開けていきましょう、うん。はい、ということでこちらが仮面ライダーグランドジオですね、うん、これが最終フォームだね。キンキラキンだね。本当だ、うん、で平成ライダー20作品のレリーフはね、うん、こう各所にあるんだけど、うん、ちょっとこの RKF ではどれがどれか分かりづらいというか、うん、そこまで細かくはできないね。そうだね、あのポーズで分かるね、なんとなくね、うん、なんとなく分かる。ベルトにはちゃんとグランドジオライトウォッチもついてます、うん、グランドジオにはこの左手だけの手首パーツがついていました、うん。はい、これはね本日発売ということなんでちょっとポージングしてみました、うん、エイジン君だねこれ、うん、これは普通のジョーのポーズだね。そうだ、変身後のポーズ、うん、はい、こうやって人差し指でさせるとさ、これバーンってできるんだね、うん、タイガーみたいな感じでね、うん、はい、じゃあパパポージングこんな感じですね、うん、最強時間ギレード持ってライダーキックしてる状態、おー、うん、でこれが RKF の仮面ライダージオ最初のやつだね、うん、で次がジオ2ね、でジオトリニティってきたでしょ、うん、で最後にグランドジオと、こうやって並べてみると徐々にね派手になってきてんだね。だね、最初すごいシンプルだったのこうね、うん、でここのジオ2あたりから色がついてきてトリニティになってゴールドがちょっと入ってきてでグランドジオでもう巻き気になっちゃったって感じだよ ね、 だね。お、何しにやってきたクローズチャージ、うるせえ、俺はお前のことを止めに来たんだ、この私が神だということを忘れたか、知らねえよそんなこと、ならば戦って決着をつけよう、行くぞ、ふぅ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 、くぅ、なかなか強いようだな、クローズチャージ。ならば、新しいゲームを作ったんで、お前にプレイしてもらおうか。なんだぞ？仮面ライダー、エボルゲームだ。私は神だ、おめエボロになっちまいやがった、私の細胞がお前の中にあるんだ、クッククッ、あっという間にお前を倒してやる、はっ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 、おお、仮面が、仮面が取れた、やはり私の思惑が成功した、私は神だ。ちょっと待て、お前は何者だ。通りすがりの仮面ライダーだ。通りすがりの仮面ライダー、そんな仮面ライダーいたかな。まあいい、お前は何しに来た。お前を止めに来た。そうか、ならば戦ってやろう、はっ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 、この姿じゃ叶わないか、なら、この姿で行く。仮面ライダゼイドフォーム。なに、姿が変わったな、私の先ほどのエボルゲームと一緒だな、だがお前が叶うはずがないんだよ、はぁ、はぁ、ほら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 、やはり全然弱っちいな。くぅ、この姿でも無理か、なら次はこれだ、仮面ライド ジオフォームだ。ジオ、これが平成20作品の時の王者だ。何、一番強いということか。ああ、まあそういうことだろうな。う
一番強いのがこれで私はやっぱりいい神だ。そうなったらトリニティフォームだ。トリニティフォーム。何？ちょっと待って、おかしいぞ。変身した状態から中間パップできるわけないだろう。ずるいぞお前。あ、そこんとこは許してくれないかな。ちょ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 、はっはっはっ、なかなか強い。私と合格といったところか。よし、ここら辺で最終フォーム、グランドジオーだ。何？グランドジオ、キンキラキンの物語。この姿こそ強い。行くぞ。はあ。おお。おら。おお。何？はあ。ぐーっとっと3発でこの私が。そんなバカな。待ってくれ。あ、私は神だ。やったぜ。はい、ということで今回は仮面ライダージョー RKF の仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベルゼロと仮面ライダーエボルブラックホールフォームと仮面ライダークローズチャージと仮面ライダーディケイドと仮面ライダージオートリニティと仮面ライダーグランドジオでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。